このアップルめの賞味期限が気になるのかな？ご心配なく。一度でも私のフライトを見れば一生この名を忘れないだろう。リーダだ、こう呼んでもいいぞ。勝利の女神様ってな。はじめまして。すみません、少しお手をお貸しいただきたいのですが、あそこまでお願いしたく。ありがとうございます。
お初だね。僕はモントリヒト。ああ、こんにちは。え、いえ、何でもありません。名前はこの紙に書きました。どうぞ。いいぜ、あんたの依頼受けてやるよ。ああ、一ついいか。今からクレーム用のメールボックスを空にしといた方がいいぜ。すぐ埋まるからな。風船、ここ風船が足りないから持ってきたわ。ほら、セザンヌの果物かごのある生物科は。必ずノックをしなさい。はい。出たり入ったり鬱陶しいな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 。
了気はいらねえ。せいぜい私の後ろ姿を見ておくんだな。あなたを信じます。52656479。先輩カーローに残してエルモコーレ。まばたき厳禁だぜ。問題ありません。刃の用意。52656479。 So long with this, and this gives power to thee. あなたを信じます。空中ショーが見たいって。41626772279。 I know the moon, and this is an alien city. 風向きよし。問題ありません。刃の用意。空からの挨拶だ。ほう。 So long with this, and this gives power to thee. さあ、排ガスでも食らえ。はっ。朝飯前だ。まだ見ぬ世界を、このペン先に。空中ショーが見たいって。52656479。 Each moment, now night. まばたき厳禁だぜ。38、帰還するぜ。支援に来てくれてありがとう。よほどのことがない限り、あなた様がレディー Z にお願いなどしませんからね。嫌な予感がするだけ。ただの思い過ごしであればいいけど。他の隊員はもう定位置に。
ええ、集会の参加資格が得られた隊員は計8名、すでに各々入場しています。残りは各出入り口で待機させています。こちらは我々が収集したザ・ウォールデンの情報です。何でも今夜決闘ショーを催す予定だとか。参加者は100万ドル相当の株券がもらえるそうで、賭け金を支払った者には5から10倍の。なんてことは。タイムキーパー、これを。計算科学研究センターが新たに開発したエンジェル34対7です。土管虫の細胞液が添加されております。この翼部分を開き15秒間振ると周りに大きな衝撃波を放出します。単一方向のみ放出されますので、使用時は立ち位置に気をつけてください。ええ、ザ・ウォールデンに向かいましょう。あなたはミスター・アップルの後ろに続いて、くれぐれも目立たないように。ようこそお越しくださいました。新しい移住者アルカニスト、道徳的なものと非道徳的なもの、バーの反対連盟と民主改革主義派、自由思想と宗教信者の方々よ、ようこそあなた方の拠り所ザ・ウォールデンへ。どうでしょう、先ほどの酒を浴びた美女と大蛇の舞は楽しんでいただけたでしょうか。それでは今から会場にいる皆様に新しく調合したパイソンスイートを振る舞いましょう。焼き焼きバーボンを好むシカゴの皆さんならきっとこの味を認めてくれると断言できますよ。おやおや、皆様チャートが気になって仕方ないようだ。どうかその期待を次の決闘にお向けください。必ずや恐ろしいほどの報いが得られますよ。くっ、なんという人の数でしょう。危うくお気に入りの包帯が取れてしまうところでしたぞ。それにしても賑やかですな。とても不法の地とは思えませんが。ここはアメリカ全土で唯一取り締まられたことのないバーです。なんでもオーナーのミオソティスが自ら調合したポーションドリンクは口に含んで初めてアルコールと化すのだとか。原料の仕入れから医薬店許可証、蒸留や運輸、そして販売に至るまでギャングと手を組み安全を確保しており、証拠を一切残しておりません。ここはどんな人でも受け入れ救いの場を提供します。この一点だけ見ればシカゴの地下バーにおけるザ・ウォールデンの地位がよくお分かりでしょう。彼とマヌス・ベンデッタの関係について何か分かったことは？ありません。ただ個人情報が何者かに書き換えられていました。とはいえ彼がこの時代のものであることは確かです。ですが彼がワシントンの政治家と接触した時期はアメリカ金融市場における異常なブームの始まりにかなり近いことが分かっています。それ以降ザ・ウォールデンは各アルカナム関連の株価金融の取引と深く関わりを見せています。さて皆様、ご静粛に。これより今夜のスイートな前菜をお楽しみください。共にファイターオブザイヤーを歓迎しましょう。たった一人で10人ものアルカニストと人間の挑戦者をノックアウトし、腐敗の誉れを獲得したチャンピオンを。あの子は、さてこたび開かれる挑戦の舞台に立つ幸運なゲストは果たして誰か。
100万相当の株券だぞ。舞台でボッコボコにされたところで家で2ヶ月も寝てりゃどうってことないさ。わしは欠けてに回るよ。うまくいけばハンプトンの別荘すら手に入るぞ。運命の挑戦者はこのスポットライトで選出されます。運命の女神はあなたを選んだようですね。シルクハットをかぶったお嬢さん。やられた。ただいま舞台におりますのは去年のチャンピオンであるシュナイダー並びに聖パブロフ財団のタイムキーパーミス・ヴェルティです。やられました。我々の情報が漏れたのでしょうか。行ってくる。安心して。それでは決闘を始めてください。久しぶりね、政府の旦那。あたいの旦那はどうしてもあたいがあんたを始末する姿を見たいらしいわ。わざわざこんな場を設けるほどにね。あら、外しちゃった。あんたたちそこまで無駄死にしたいの？もしかしてそれが財団の言う正義ってやつなのかしら。財団に正義なんか存在しないのにね。ストームの存在すら公にできないじゃない。馬鹿げた嘘であたいの家族たちを拒絶するのもあんたたちの正義なのかしら。君、もしかして財団に任務カプセルについていたみかんの香り。だから事前にガレージで人質をさらうことができたんだ。受け入れてもらえないのなら引き続き旦那に命じられた任務を遂行するしかないじゃない。やだ、油断しちゃった。それじゃあそろそろ本気で行くわよ。病気はいらねえ。せいぜい私の後ろ姿を見ておくんだな。空中ショーが見たいって？空中ショーが見たいって。まばたき厳禁だぜ。
ちゃんとちゃんと飯食ったか。空中ショーが見たいってさ、排ガスでも食らえ。見たいって、おー、まばたき厳禁だぜ。空からの挨拶をさ、排ガスでも食らえ。空中ショーが見たいって、ほう、風向き用紙、朝飯前だ。放たれた魂、平和よ、どうか我らと共に。刃のようにあなたを信じます。So long it is this, and this gives power to thee. Se preparo mi tu costermo core. Zannen, 立ち位置を間違えたわね。放たれた魂。まだ見ぬ世界をこのペン先に、刃のように。 Each moment, now night。 いたずらした子はどこだ。 センペカロミテコステルモコーレ。 いたずらした子はどこだ。 あなたたちのために祈りを捧げます。 安らかにお眠りください。最高だぜ。もっと掛け金を上げてやろう。あのベルなんとかいう娘に。頑張れチャンピオンのジョーちゃん、あんたに全財産かけてんだからな。おっと、ダウが381.17に。ああ、あと5000上乗せさせてくれ。いいわ、最高よ。政府の旦那ったら思ったより強いのね。他の財団のクズどもとは大違いだわ。なぜ財団に身を寄せようと、ベンデッタでは満たせないの。なぜって、この世に残ることを許されないあたいたちだって行きたいからよ。ストームがもう目と鼻の先まで来てるのに、雨宿りするための避難所の軒先だろうが瓦礫だろうがどうでもいいでしょう。もし私がその避難所を提供すると言ったら。あんたと同じ言葉を投げかけてきた人が、ちょうど今あたいたちの後ろでこの試合を鑑賞してるわ。あ、今ダウが31ポイント下がってないか。見間違いか。
SA ナンバーでありますか。すみません、ありません。でも全力を尽くします。どうか信じてください。我らと共に。刃のように先手カーロニーとコステールもコーレ。まだ見ぬ世界をこのペン先に。 Each moment, now night.あなたたちのために祈りを捧げます。安らかにお眠りください。この先に道はありません。どうやらまた行き止まりですね。あら、この壁の向こうからたくさんの歓声が聞こえるわ。きっとこの先に出口があるのよ。確かに人の声がたくさん。タイムキーパー、今彼女の声が聞こえたような。誰か聞こえますか？私たち壁の中に閉じ込められているんですの。どうやら聞こえないようですね。こうなったら壁を壊すしかありません。ダメ、向こうでは大勢がパーティーを楽しんでいるのよ。怪我でもさせたら大変ですわ。ちょっと覗いてみますわ。どうやら私たちは舞台のスポットライトのちょうど真後ろにいるみたいですわ。かなり隙間が大きいよね。これなら腐食ポーションを使えばレンガを取り除けるわ。いいですね。早速真ん中から始めましょう。早くここから離れないと。タイムキーパーがきっと私を待っているはずです。この喜び、心の底から嬉しいわ。また19ポイント下がったぞ。どういうことだ、あいつら何やってるんだ。なんてことだ。さっき追加した5000なんだが返してくれないか。
ダメか？おい、オーナー、この株価チャートどうなってんだ？今日エイプリルフールじゃないよな？あらら、どうしましょう。誰もあたいたちを見てないわね、政府の旦那。もしも旦那の腕に穴でも開ければ、観客の目が少しはこちらに向いてくれるのかしら。やはり株価が歴史よりも前に暴落したようだね。歴史の出来事を前倒しするのは、まさか。あんた痛みを感じないわけ？やだわ。太ももにすればもっと気を引くことができるのかしら。くそ、大暴落じゃないか。さっき全部売っちまえばよかったぜ。ちくしょう。俺の家が嘘だ、全てパーじゃないか。俺の賭け金を返せ、返せよこのクソ野郎が。もしもしダーリン、違うんだ、聞いてくれ。これはあくまで一時的なもので、ウォール街のバンカーたちがこの事態を放っておくはずないだろう。何、みんな撤退してるだと？出来高はもう1200万株にまで及んでるのか。払えたってどうやってだよ。現金なんかあるわけないだろ。俺が現金持ってるように見えるか。ああ、こっから出せ。給与が、家に返してくれ。本当に面白いわ。目の前で人が死にかけてるのに誰も気にしないんだもの。なんてこと。ミズ・ベルティはなぜ土管エンジェルを使わないのでしょう。せっかく敵の本拠地に乗り込めたのに、ここで使えば全て無駄になってしまうのを危惧しているのでしょう。さてと、そろそろ終わりにしましょう。あんたを殺さないと今夜はここから離れられそうにないしね。彼よりも先にあんたという瓦礫に出会えてたらよかったわ。そうしたらあたいだって、まあ、いっか。政府の旦那、アッディオ。タイムキーパー、キーパー、どうされたのですか？血がこんなに。平気。それよりなぜ舞台の後ろから。怪我はないようだね、よかった。早くこちらへ。そちらで何か揉め事が起きているようですわ。うわ、気をつけて、巻き込まれちゃいますわよ。彼の後ろにいるのはマヌス・ベンデッタたちだ。皆様、間もなく滅びゆく世界でこのような忘れがたき終幕を見せてくれたことに感謝します。ミオソティエス、お前のとこで買った株が全部大損だ。どうしてくれる。実にいい質問ですね、トーマス様。皆様にいいお知らせを発表します。これに比べればダウが300以上下落したことなど取るに足らないものとなるでしょう。あなた方が今いるこの世界、いわゆる競争の20年代は1929年をもって終止符が打たれます。
そして今、皆様には我々と共にこの終焉を静かに見届けてほしいのです。頭でもやられたのか、自分が何を言ってるのか。ご安心ください。彼はしばらく口が聞けなくなるだけですので。はい、そうですか。暴落が止まったのですね。終値は 230.07 ですか。というわけで皆様、ウォール街は崩壊しました。そしてストームがついに訪れます。始まりはほとんど見えない一粒の水滴、下水道から、ゴムの靴底から、そして捨てられようとしている牛乳から、一滴一滴はやがて誰の目にも止まらない水たまりになる。次第に水たまりから水滴が立ち、迷うことなく地面から離れていく。まるで悪しき習わし。この時代と社会の悪しき習わしを捨てようとするように。それは群衆に騒動を引き起こしたが、習わしはひどくなる一方だ。まるで突然変異がごとく、あらゆる世帯に取り付く。60年代、それは人々の姿をおかしなカートゥーンに、90年代では我々の血管を通信ケーブルへと変える。最後に全ての不条理はストームと化して、この世界を徹底的に洗い流すであろう。そして生きる資格を得られた者のみが我々と共に過去に遡ることができる。以上、公にできないストームのことについては我々の政府代表ヴェルティ城が一番よくお分かりですよね。あなたは誰よりも分かっているはずだ。時代をリセットするカウントダウンがすでに始まっているとね。ええ、ようやく全て分かったわ。以上が僕たちが今のところ掴んでるストームの全てだよ。そして僕たちがすべきなのは、
ストームを引き起こすきっかけとなる時間、出来事、場所をいち早く特定すること。僕たちはこれをカオスエネルギーと呼んでるんだ。最新の研究資料から見るに、時代を遡らせるストームは上皇時代、オリジンバタフライが羽ばたいたことが原因ではないかと予測してるんだ。上皇時代ってすっごくすっごく昔の、あの何もなかった時代のことか。おそらくそうだろうね。バタフライが作り出したカオスエネルギーの原型が、時の流れと進化によって活発化して不安定になっていく。それを何者かが利用して世界を逆行させるストームを作り出したんだ。ってことは、この資料にある渦巻きのマークは、これからストームが起きる可能性がある場所ってことなのか。私たちに一番近いマークが、警報みたく赤く点滅してっけど。ああ、つまりそこが今回のストームの中心に位置することを表してるんだ。そう、シカゴのザ・ウォールデン、君のお友達がいる場所だ。一緒に彼女たちの無事を祈ろう。ようやくすべてわかった。君たちは歴史を利用してストームの進行を早めているんだね。社会的紛争、歴史の激動、新技術の誕生、どれもストームを発生させる可能性がある。1999年の最後の日から、世界は絶え間ないストームによって逆行されていった。一体いつまで巻き戻すつもり？50年前、100年前、それとも。もちろん世の秩序が正しかったあの頃にさ。まあ人間の犬に正しい秩序を理解してもらうつもりはないがね。ザ・ウォールデンの同胞たちよ、我々に残された時間はあとわずかです。我々マヌス・ヴェンデッタの他に、あなたたちに世界が滅びることを教えてくれた者は果たしていたのでしょうか。人生最後の24時間を皆様はどう過ごすおつもりですか。価値を失った財産を抱いて涙を流し、これは悪夢だと己を慰めるか、それとも世界を立て直すという我々の使命を担いて新たなる秩序の誕生を見届けるか。その仮面をつければストームに消されないのか。同胞となった者全員の安全を保証しましょう。そんなの嘘です。あなたたち密室に一般人を一人監禁していますよね。ではヴェンデッタに加わる最初の任務を言い渡しましょう。ストームの真実を隠蔽し、お高く止まっているこの政府の犬どもを消してください。あなたたち本気でこのテロ組織に加わるおつもりですか。彼はあなたたちの恐怖心を利用しているだけです。ソネット嬢、我々は怖がりだが自由に生きている。この言葉の意味をあなたならわかるだろう。ボートが向かってきました。気をつけてください。かなりの数ですぞ。サザビーのボディーガードさんいるんでしょ。出てきなさい。お嬢様、こちらです。我々の真ん中にいてください。ジーアの嘘つき、
てと、私たちの出番ね。ソネット様、お手伝いしますわ。他の者は俺と来い。突破するぞ。この時を待っていました。行け。僕は詩書いてないです。行かなくてはいけません。出たり入ったり鬱陶しいな。4869、僕は詩書いてないです。出たり入ったり鬱陶しいな。4869。4669-6E-65。あなたを信じます。I know the moon, and this is an alien city. ちゃんと飯食ったか？刃のように。まばたき厳禁だね。5265-6164-79。4255-47。
空中ショーが見たいって？あなたを信じます。風向き用紙。 I know the moon and this is an alien city。476F64。 まだ見る世界をこのペン先に。456E746572。 Each moment, now might。 まばたき厳禁だぜ。あなたを信じます。空中ショーが見たい。 I know the moon and this is an alien city。 風向き用紙。朝飯前だ。38、帰還するぜ。どうか我らと共に。ジマーは情熱的な子です。問題ありません。平和よ、どうか我らと共に。刃のように。
よせレーノイセーセーリンピンと。ジマーは情熱的な子ですので、平和よ、どうか我らと共に。4869 こんにちは。今日のシャツはあなたの瞳によく似合っています。